Helios. こちらハイペリオン。状況を報告せよ。報告します。敵影は確認できません。任務危険度 A 級。確認を求めます。任務続行。了解しました。安全装置解除。ハッチを開きます。こちらヘリオス。巡航軌道に入ります。エアロック、減圧完了。油圧正常。観察班確認完了。出撃スタンバイ。バルキリー、降下開始まで。もう解除したわ、楽勝よ。メイ、お前たちの近くで未知の崩壊エネルギー反応が確認されたわ。わかりました、直ちに調査してまいります。キアナちゃん、どうしたの？頭が痛い。キアナちゃん、しっかりして。キアナちゃん、あれ、ここは聖フレイヤ学園？キアナちゃん、ブローニャちゃんに誕生日教えてあげて。え、嫌よ。あんなスパムメール誰が信じるもんか。仕方ないわね。ブローニャちゃん、キアナちゃんの誕生日は12月7日よ。アクセス権限承認。目的地をセーフレイヤ学園に変更します。パスワードって本当に私の誕生日だったんだ。もう、今日は一体どうなってるの？セーフレイヤ学園に戻って戦艦を解析すれば、すべてが明らかになりそうね。今のところ戦艦を送ってきた人に悪意はなさそうだけど。その戦艦、お前たちに渡すわけにはいきません。ブローニャ、戦艦を取り戻しなさい。バルキリーシステム、強制コントロールシステム再起動。最高権限指令入力確認。周囲の敵を排除します。ブローニャちゃん、しっかりして。メイ姉様、どうかしましたか？よかった、正気を取り戻したのね。まさかブローニャちゃんがまた操られてたの？やっと通信が回復したわ。キアナ、何があった？操られてたとはどういうこと？ううん、そんなこと全然言ってないわよ。怪しいわね。まあいいわ、セーフレイヤ学園に戻った後、直ちにニュージーランドへ向かい、デザイアジェムを奪還せよ。了解。ハイペリオンはまだなの？姫子おばさん？誰がおばさんだって？まったく、上官準備をしてその場で待機してなさい。ウェンディ、ごめんなさい。ううん、ブローニャは何も悪くない。崩壊エネルギー反応検出。ウェンディの体内にあるデザイアジェムの影響なのか？待って、反応がどんどん強くなっていく。崩壊指数1500、2000、一体どうなってるんだ？崩壊指数2000か。これくらいあればハイペリオンも一撃で壊せるでしょ。ウェンディさん、何を言ってるの？この偽善者ども、あなたたちが憎い、全てが憎い、みんなまとめてぶっ殺してやりたいほど憎い。このエネルギー反応は、ウェンディ、まさかすでにデザイアジェムの力を解き放ったか？それとも結晶の崩壊意志に操られていたのか？ああ、しつこい。粘り強さこそ私の長所よ。まだまだいけるわ。残念ですが、これ以上は待てません。全戦術機構ステルス解除。目標第四律者。そんな、律者を一撃で倒すなんて。新しい戦術機構、なかなかのものではないか。彼女を弱らせたあなたたちに感謝せねばならないな。おっと、忘れるところだった。ここに律者がもう一人いることを。ブローニャ、我が娘よ。第三律者を捕獲しなさい。何？はい、お母様。メイ先輩、ブローニャちゃん。どうして？ライデン・メイの捕獲完了しました。
残り1名。周囲に天命部隊を確認。接近中です。ふん、命拾いしたな。全軍帰港せよ。メイとウェンディはネゲントロピーにさらわれてしまった。後から駆けつけた姫子はキアナしか救出することができなかった。食いながら聖フレイヤ学園に戻ったキアナはメイ救出作戦を練り始めた。メイ先輩を返してもらうわ。お前たちは律者の価値を全く分かっていない。奴らの自然を操る力の源さえ解明すれば人類の科学技術も飛躍的に進歩することになる。ブローニャ、奴らを仕留めなさい。ブローニャちゃん、操られるな。目を覚まして。幼い頃に両親を亡くしたブローニャにとってはカカリアはお母様そのものです。でもブローニャは優しくしてくれたメイ姉様を傷つけたくない。だからブローニャはもう戦わない。キアナ、今のうちにメイ姉様を連れて脱出してください。ブローニャはすでに自分のバイオチップを破壊しましたから。ふざけないで。バイオチップはあなたの脳内に直接埋め込んであるのよ。そんなことをしたらまさか死ぬつもり？ブローニャは自分の命よりもメイ姉様の方が大切です。メイ姉様を傷つける命令にはもう従いません。さようなら、メイ姉様。キアナ、メイ姉様を頼みます。苦戦の末ネゲントロピーの重装戦術機構デウスを撃破したキアナたちは ME 社本部からの脱出に成功した。メイを取り戻すことはできたが、ウェンディは帰らぬ人となり、ブローニャも昏睡状態に陥っている。聖フレイヤ学園の技術をもってしても彼女を助けることはできなかった。ブローニャを救いたいテレサは聖フレイヤ学園の中央教会へ向かうことにした。その地下には天命組織最高のバイオ技術が眠っている。それは学園長ですら知らない機密事項であった。カカリアにさらわれたライデン・メイを助けるためキアナたちは ME 社本社に忍び込んだ。そんな彼女たちの前に操られたブローニャが立ちはだかる。戦闘の中でブローニャは自ら脳内のバイオチップを破壊し、カカリアのコントロールから脱した。バイオチップが壊されたブローニャは昏睡状態となり、聖フレイヤ学園の技術でさえ彼女を呼び起こすことはできなかった。ブローニャを助けるため、テレサは聖フレイヤ学園の地下にある中央教会堂に来ていた。教会堂には天命最高のバイオテクノロジーが隠されていた。バイオチップ脳埋め込みに関連する資料を探してちょうだい。天命中央データベースより713個の関連データが見つかりました。うち712個が最高機密シーリン計画と関連するため閲覧禁止となっております。またオットー大司教が隠したのかしら。それじゃあ閲覧できるのは2000年2月7日シベリアバビロン実験室関連のデータです。2000年2月7日。くそ、あの時のデータベース関連データをエクスポートしてちょうだい。かしこまりました、テレサ様。あれ、スクリーンが消え始めた。私も急いで入らなきゃ。バーチャル空間構築完了。時間2000年2月7日午後3時。場所シベリアバビロン実験室。ここはどこ？くそ、油断したわ。第二律者がすでにあそこまで強くなってるとは。体の再生を急がなくちゃ。大司教があの人を派遣する前に第二律者を倒さないと。テレサ、なんで来ましたの？あなたは？もうちょっと会わないだけで忘れるなんて。あんたの目、キアナだよ。キアナ？キアナかすらの？ふん、クソ第二律者め。幻影で私を惑わそうだなんて馬鹿にしているのかしら。
私のメイキアナは今一切よ。ふん、死ね、幻影。よう、テレサ、やっと来たか。第二律者と会ったって聞いて心配してたんだぜ。ふん、あんたの心配なんかいらないよ、ドスケベ。はいはい。お、こっちの綺麗なお嬢ちゃんは誰かな。今度機会があったら一杯おごらせてほしいね。ジークフリート、そんなこと言ってる暇があったらさっさと現状を教えなさい。悪い知らせともっと悪い知らせがある。悪い知らせはバルキリー部隊が第二律者を探しに向かったが何も発見がないこと。それ以上に悪いのが、戦況に進展がないのを見たオットー主教がセシリアの出撃を命じたことだ。そんな、今のセシリアの隊長では戦いはまだ無理よ。あと30分でセシリアがシベリアに到着する。その前に第二律者を探し出し殺さねえとな。神様はまだ俺たちを見捨てちゃいないようだぜ。報告します。 O23 エリアと O17 エリアから同時に第二律者の痕跡を発見したとの情報あり。私たちをバラバラにする気かしら。仕方がねえ、俺は O23 に行く。テレサは O17 に行け。第二律者を見つけたら手加減はするな。キアナはここに残ってちょうだい。ここは安全なはずよ。ん？キアナ？そう、ごめんね。あんたの娘と同じ名前、キアナだよ。私も一緒に行く。一緒に戦うわ。でも、私の実力ならさっき戦いの中で見たでしょ。俺はいいと思うぜ。お嬢ちゃんの目を見ればわかる。お嬢ちゃんはいい戦士だ。テレサ、連れて行ってやれよ。わかったわ。そうだ、それと、これは利子よ。第二律者を倒したらたっぷり懲らしめてやるわ。待ってなさい。クソ、じゃなかった。ジークフリート、ジークフリートかすらな。テレサ、まだかよ。やっぱ足が短いせいか。人類、私とこれだけ戦えるなんて、あなたはあのシスターより強いみたいね。それはありがとさんよ。戦いが始まった時から分かってたよ。テレサが来たとしてもお前にはかなわないとな。ああ、物分かりがいい人類ね。許しよ、こうなら許してあげてもいいわよ。気持ちだけで結構だ、綺麗なお嬢ちゃん。俺はもう決めたんだ。最愛の人を守るためにこの命を懸けるとな。それは地獄で考えな。いでよ、天下。この紫色の箱は何じゃ。少女の中で光っている紫の箱こそが全ての悲劇の始まりだと、この時はまだ誰も知る由はなかった。このお方、どうして川から流れてきたのじゃろうか。まさか、もう、いや、まだ生きておる。呼吸があるぞ。すまぬが緊急事態じゃ、手伝ってくれぬか。聖魂、それは血を媒介とし、世に伝わる力。文明存続の火種。聖魂には、まだ人に知られていない秘密が、たくさん隠されている。ここはどこ？どうした？ここは八重村じゃ。初めて見る顔だが、どなたじゃ？お姉ちゃん、私の病気ちゃんと治るのかな？きっと治るぞ、リン。変なことを考えるでない。いい子だから、きっと神様が助けてくれるはずじゃ。でも今朝、お父様から聞いた話では、今度の祭典。桜を見に行く約束、もう守れないみたい。お姉ちゃんは立派な巫女さんになって、みんなを守って。
リン、お姉ちゃんはついに皆殺しをするほどの力を手に入れたぞ。あいつらに復讐してやる。全員殺してやる。全員道連れにしてやる。これを果たしたら、リンの元へ行くぞ。たとえそれが天国だろうと地獄だろうと、必ず、いいね。もう一度、わらわを封印するとでも言うのか。なぜじゃ、なぜ動かんのじゃ。汝が邪魔しておるのか、八重桜。あなたを封印することが、あなたにしてあげられる最後のことよ。ごめんなさい、桜。カレン・カスラナは死んだ。もう誰もわらわを止められぬぞ。この少女の魂、未来永劫わらわのものぞ。二人の協力により箱の中の悪魔は倒され、この地を侵食していた崩壊も浄化された。以来カレンと八重桜はこの一新された八重村で平穏で幸せな生活を送ることができた。たとえこれが聖魂が作り出した幻だとしても、少女たちは素晴らしい日々を送ることができた。わらわにはまだ叶えていない願いがある。しばらくの間、汝の体を貸してくれぬじゃろうか。崩壊は、人が文明を持つようになってから、ずっとそれに伴い存在していた。聖魂を背負う戦士たちのおかげで、人は初めて希望を抱くことができた。伝承によれば、神話時代から神州の民たちが皇帝として奉った英雄、紀賢炎。黄金の剣を担い、一人で崩壊の侵食に立ち向かった彼女は、戦の末、自分の命と引き換えに、魔人私有を旧友の中に封印した。その後、聖魂と剣炎剣は行方不明のまま、伝説となった。わあ、ここ綺麗。キアナ、何してる？よそ見するな。少佐、洞窟の中から強烈な崩壊エネルギー反応を検出しました。位置、形状、すべてデータと一致します。ここが旧友である可能性は 34.2% です。よし、入ろう。心配させちゃって。え？キアナちゃん、危ない！姫子少佐はあの剣に操られているようです。ブローニャは危険性大と判断します。一級戦闘準備です。ここはどこ？これで貴様らもうどこにも逃げられないぞ、ゴミども。あ、そうだ、今度はブローニャもうっかり殺しちゃおう。何かの力がこの剣を引っ張ってる。やっと長い封印から解放された。you
ラフィー。ふん、こんな目くらましで時間を稼げると思うな、ブローニャ。こいつは何なんだ。ぼーっとしないで、キアナ、気をつけて。キアナ、キアナ、大丈夫なの？ここはどこ？わからない。確か海から出てきた巨大な怪獣に。まさかここは。若き戦士たちよ、ここは私有の体内だ。君たちを私の戦いに巻き込んで本当にすまない。今の私に残された力を君たちに託す。どうかもう一度私有を封印してくれ。私有の表面が振動した、うん、そこか。震源位置ロック、軌道位置修正、ハイペリオン手法、エネルギーチャージ開始。射出10秒前。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、ハイペリオン手法発射。愚か者ども、死にに来たのか。面白そうなおもちゃを持っているではないか。この金属、我が愛馬の鎧にちょうどいい。やっと長い孤独から解放される。やっとみんなのところへ行ける。礼を言う若き戦士たちよ、無人の暗闇から解放してくれてありがとう。いいえ、お礼を言うのは私たちの方よ。5000年もの間神州を守ってくれてありがとう。さようなら、いにしえの英雄。事故を犠牲にしてまでも人々を守るその精神、確かに感じ取ったわ。箱の中の悪魔は復讐の力を与えてやる、と少女につぶやいた。少女は一瞬だけ戸惑い、応じた。その瞬間、箱から眩しいほどの紫の光が差した。その儀式は一日早く取り行われたため、阻止できなかった。祭壇に捧げられていたのは、体温を失った妹だった。巫女は妹の亡骸を神社の桜の木の下に埋めた。そして、自分の感情をも心の奥深くに埋めてしまった。その巫女の名を、八重桜という。騎士の槍が少女の肩を貫いた。もう痛みすらも感じられず、少女はただただ寒いと思った。ポタ。カレン・カスラナの涙が少女の顔を濡らした。ほんのりとした暖かさが少女を包み込んだ。知らないのに。いや、ダメだ。殺さなければ人類が滅ぶ。やめて、殺さないで。
れで人類は救われるんだ。あの子に落ち度はないが、律者になった以上見逃すわけにはいかない。私の権限でここに入り殺すことに成功した。何が起きているのだ。どうして殺されなきゃいけないの。バカな、律者なら殺したはずだぞ。僕は箱に封印された。箱の中で外のことも時間の流れもわからないまま憎しみだけが増していった。そうやって僕は何千年何万年と暗闇の中にいた。それからある日、一人の巫女が箱を開けた。僕はあの巫女の心に僕と同じ憎しみを見つけた。そう、僕は復讐の道具を見つけたのだ。やっと悪魔を封印できた。まさか死後に覚醒する力が存在するとは。崩壊中のみならず、機械と他の生命をも操れる力があるとは。箱で意識を隔離できたが、律者の意識は死んだわけではない。これだけ多くの人々の死を招いたんだ。長い長い月日の中でその罪を悔い改めるといい。この神社に最後の部分が封印されている。あの扉を開ければ本当の自分を。でも、もし僕が本当に。案ずるな、悲玉丸。わらわは何時を信じておる。それに前に言った通り、何かあればわらわが汝を止める。うん、さくらね、ありがとう。過去のことはもう終わったこと。僕にはもうこの復讐のための力は必要ない。さくらね、この力をさくらねの役に立ててくれ。はぁ、八重桜、汝に敗れてわらわの力はちりぢりに散って体もあのようになってしもうた。じゃが汝の愚かさのおかげで元に戻ったわ。愚か、わらわは最初から汝であると分かっていたぞ。じゃが悲玉丸から汝であっても善良な一面があると分かったのでな。悲玉丸よ、復讐はやめたらどうじゃ。復讐を諦めて善良なものになるのもいいかもしれぬがな。ああ、八重桜、昔はよくもわらわを痛めつけてくれたな。約束を果たさねばならぬようじゃ。よく戻った、悲玉丸。桜ね、ごめん、さっきは操られちゃってて。僕の本心じゃないよ。分かっておる。僕、全部思い出したよ。僕は昔、たくさんの人を傷つけた。桜姉にもひどいことをした。500年も前のことじゃ、もう気にしておらぬ。わらわが今案じるのは、消息が知れぬ、可憐だけじゃ。
桜姉と僕は天守閣で僕の力が封印された箱を見つけたんだけど、気前のいい僕は箱を神の鍵である地蔵御霊に変えたんだ。桜姉の役に立ててほしいと思ったけど、地蔵御霊を盗っ人に盗まれてしまったよ。え？何？言ってることが意味不明？だったら桜の輪廻の四次輪廻をプレイしろ。プレイしないと串焼きにしちゃうぞ。